テーマはすでに発表されましたように虹のキャラバンサライ創造する人間の旅となっています。会期は2016年の8月11日、この年からこの日は祝日になるんですけども、そこから10月の23日までの74日間というふうになっております。主な会場ですけども、この愛知芸術文化センター、名古屋市美術館、そして、名古屋市内の町中の会場を考えています。前回同様ですね、長者町地区などが中心になってくるかと思います。それに加えまして、豊橋と岡崎の両市が今回主な会場になります。どちらも地区はまだ決定していませんけれども、およそここが会場になるということになります。展開といたしましては、現代美術を中心としたダンス、オペラといった舞台芸術を展開した総合的な芸術祭になります。美術館の中だけではなくて、街中での展示やパフォーマンスも行いますし、期間中全体にこうにぎわいが創出されるということを目指しています。また後ほど触れますけれども、幅広い市民の層を対象にした普及教育プログラム、多様な団体との連携事業、そして県内の広域展開を図った機会を作り出せるように努力するつもりです。それでは具体的な概要を現代美術、舞台芸術、空教育連携事業の順番にかいつまんでご説明します。まず国際展ですけれども、およそ規模的には前回同様の国内外から75組程度のアーティストが参加します。会場は愛知県芸術美術館を含む芸文センターを中心とした先ほど触れました会場、そして豊橋、岡崎両市内になります。テーマが創造する人間の旅ということもありますので、作品や作家のプログラムにおいてもそれが何らかの形で取り入れられるだろうと思っております。国際展と並んで映像作品も前回同様のプログラムを考えております。20組程度の参加を企画しております。両方合わせて今回は10組の後ほど発表させていただきます。次に舞台芸術ですけども、まずパフォーミングアーツとして、こちらも前回同様10組から15組ぐらいの団体が参加します。ダンス、音楽、演劇等をこの芸文センターを中心に上演します。こちらでもテーマがある程度反映されるような内容になってくるかと思います。会期なんですけれども、前回は会期中を平均して上演されましたけれども、今回は会期のどちらかというと後半の3週間程度、特に週末を中心にして集中的に上演するということを考えています。次にプロデュースオペラですけれども、今回は演目としてモーツァルトの魔笛、全2幕ドイツ語上演、指揮はガエタのデスピノーサ、演出は勅使川原三郎さんので上演するということになります。公演日はここにありますように9月17日19日ということを考えております。3番目に普及教育プログラムですけれども、こちらも前回同様ですね、子どもや学生さんを対象にした幅広い一般の方々も対象にしたプログラムを実施いたします。創作プログラムや実際の展覧会を訪れて作品を鑑賞する鑑賞プログラム、そして
参加しているアーティスト自身による解説トークや講座等も実施いたします。会場に来ていただくだけではなくて、アーティストが学校等に出向いて行う学校団体等向けのプログラムも今回も行う予定であります。4番目に連携事業ですけども、まずこれも前回と同じになりますけど、モバイルトリエンナーレと銘打って、今回の参加出品作家に15組程度による県内の施設を巡回するモバイルトリエンナーレを行います。その次に舞台芸術の公募プログラム、これは前回まで祝祭ウィークと銘打たれていましたけれども、今回はこの名称で一般の応募企画から選考された地元文化芸術団体等との共催の舞台公演を行う予定です。期間は9月の23日から10月の2日と、会場はこの見聞センターを中心とした会場になる予定です。3つ目、県内の芸術大学との連携プロジェクトですけども、今回は県庁の大津橋分室という新たにオープンするスペースを使ったり、庁舎町地区の施設を使ったりして、作品等の展示を地元芸大との連携によって行おうと思っております。その他地域の文化芸術団体や文化施設との等との協力事業、あるいは前回もそうでしたけれども、多くのボランティアに支えられたサポート体制、会場の運営やガイドツアー等のサポート体制、そして地域で活動する NPO との協力によってトリエンナーレ全体を市民参加型で盛り上げていくことを考えております。以上がおおよその企画概要になります。ページめくっていただいて、テーマですけども、これはすでに前回の記者会見で発表いたしましたコンセプトであります。このコンセプトをですね、今回の記者発表にでより具体的にお伝えすることを考えて、お手元にありますこの少し大きめのですね、コンセプトを伝えるビジュアルブックを制作しました。見ていただくと分かると思いますけれども、コンセプトの内容とそれに触れる関連するような文学や美術や音楽やダンスといって幅広いジャンルからの引用を散りばめたコンセプトブックになっています。掲載されている写真は私自身が撮影したもので、世界各地の風景に混ざって、後ろの方にはですね、今年の初めに訪れました花祭りの写真も入っております。でこの内容と連動する形で、今回、ビジュアルのムービーをプロモーションビデオを制作いたしました。これには美術家の山城大輔さんが中心になって、作曲家の蓮沼秀太さんとプログラマーの林洋介さんが旅を実感するような、そして今回の愛知トリエンナーレのコンセプトを詩的に伝えられるような、そういったビジュアルプログラムを作っていただきました。今日初めて公開しますので、できればそれほど長いものではありませんので見ていただきたいと思います。
キャラバンサライはペルシャ語で商人が泊まる対象宿を意味する。広い中庭には馬や倉庫や取引所があり、2階に客室を設けた立派なもので、宿というよりは上官のように見える。分厚い壁に守られた宮殿であり、大きな木陰が長旅の疲れを癒す休息の場所である。芸術そのものが未知への旅である。同様に人間の営みそのものが未知への旅である。そして芸術祭の形も一つの旅だ。それはたくさんの人が集い、あらゆるボーダーを越え、来たるべき響きと形を求める探求のキャラバンである。展覧会、舞台芸術をはじめ、さまざまな好奇心を持った人が集う多彩なイベントが行われる場所。私たちのキャラバンサライ、旅の疲れを癒しつつ、次なる旅への影響を養うサライとなるのだ。今、無限の想像力を結集して、創造のキャラバンが出発する。東西南北、あらゆる方角から不思議と驚きを乗せて旅人たちがやってくる。私たちの時代の夢の中庭にはどんな言葉が響くだろう。今公開されましたこのプロモーションビデオは、今後トリエンナーレの公式ウェブサイトで一般公開されます。それではこの内容を実施し、具体的に実施するにあたっての企画体制をご紹介したいと思います。ちょうどこのリリースの見開きになりますけれども、およそここにあるこの方々と一緒にこのチームでやっていきます。今日は今12名の名前が並んでますけれども、そのうちの半数の6名の方に出席していただいてますので、順番に紹介させていただきたいと思います。まずチーフキュレーター、国際展のチーフキュレーターの拝戸正彦さんです。よろしくお願いします。映像プログラムのキュレーターの越後屋隆さんです。よろしくお願いします。パフォーミングアンツのキュレーターの藤井明子さん、そして唐津恵里さん、
プロデュースオペラのプロデューサーの水野学さん、チーフエデュケーターの伊藤優子さん、今日6名に出席していただいています。前回発表した通り、公式デザイナーは永原康人さんになります。このほか映像プログラムキュレーターに浜遥さんが参加されます。そしてキュレーター、国際展のキュレーターチームにダニエラ・カストロさん、服部博之さん、金井正さん、ゼーネ・ポーズさんの4名が参加します。ダニエラさんはブラジル人で、サンパラを中心拠点にして活躍しているキュレーターであります。ゼーネ・ポーズさんの方はトルコの首都イスタンブールをベースにすでに多くのキュレーションをされているキュレーターです。今回のキャラバン、虹のキャラバンサライという、まあ、旅をテーマに広い世界を旅していく内容を実現するにあたって、南半球からの参加やヨーロッパとアジアを結ぶ結節点のトルコというところからの参加が得られたことで、より包括的なプログラムが組めるのではないかと思っております。それでは最後になりますけれども、今回発表します参加アーティストを順番にご紹介したいと思います。時間が限られてますので、映像と名前を映像に合わせて簡単にご紹介させていただきます。まずキャンディーファクトリープロジェクトと、北九州国際ビエンナレイン愛知と、少し長い名称なんですけれども、ユニークな活動をしている展覧会のプラットフォームになります。次にジョバンニ・アンセルモ、アルテ・ポーベラの代表的な作家であります。今回発表する中では最年長ということになるかと思います。それからニコラス・ガラニン、アメリカのアラスカ州生まれの作家で、北米の先住民の芸術や伝統を取り入れた作品で知られています。三田村みどりさん、すでに国内外で多くの作品を発表されています。西尾義成さん、この方も世界中でさまざまな布地や古着を使った大規模なインスタレーションで知られています。大牧真嗣さん、岡部正夫さん、クリス・ワトソンさん。クリス・ワトソンさんはイギリスのシェフィールド生まれで、レコーディングアーティストといいますか、まあ、音楽家で世界中を旅行しながら音を、特に自然や動物の音を採集してきている作家であります。写真はワニを録音するクリス・ワトソンと書いてあるんですけど、ワニの何を録音してるのかちょっと分かりませんが、きっと未知の世界を見せてくれるのではないかと思います。めくっていただいて、山城千佳子さん、沖縄県生まれで、那覇を拠点に活躍している作家であります。以上が現代美術になります。今回、これにプラスして映像プログラムの方から映画監督の高峰剛さん、高峰監督も沖縄県生まれですけども、すでにツルヘンリーやアウンタマギルという傑作によって世界的に知られる監督であります。パフォーミングアーツの方からは2組発表します。1人目がイスラエル・ガルバン、イスラエル・ガルバンはスペインのセビリア生まれの生まれで、フラメンコ界ではすでに国際的な名声を勝ち得ている天才的なダンサーと言われております。そして小杉武久さん、
もう60年代から前衛的な芸術をずっと続けてられる小杉さんですけれども、その長い経験をベースにして新しい世界を見せてくれるのではないかと思います。プロデュースオペラの方は先ほども言いました通りモーツァルトの魔笛、これを勅使河原三郎演出ガエタノ・デスピノーサ指揮で上演いたします。主な会場ですけれども、最後のページにありますように先ほど言いました5つの地区が現在のところ開催地になります。それぞれの特に常世橋岡崎の具体的な会場についてはこれからリサーチを重ねて決定し発表していくことになるかと思います。少し駆け足になりましたけれども、以上が本日発表いたします開催概要になります。